ババババババ、今のは不安定の鳴き声です。分かった人には今度会った時1円あげます。インルーって美味しそうですよね。多分牛じゃないですか。牛って美味しいじゃないですか。しかも頭に、リンルーの頭にちょうどいいお鍋置いてあるから、そこでしゃぶったりしたら最高そうじゃないですか。ってことで4歳ポケモンの中でリンルーだけまだ動画で使ってなかったので使ってみます。リンルーは種族値的には耐久が高いポケモンとして有名で、まあ、HP 種族値がね155あって全体のポケモンの中のランキングでも6位と、それに加え防御種族値も高いプラス、まあ、特防種族値はそんなむっちゃ高いわけじゃないんだけど、特性の災いの器で相手の特攻も下げれるんで特殊受けもある程度できると。環境初期はディンルーを一撃で倒すポケモン教えてくださいみたいなので話題になってたけど、なんか出てきたんすかね。まあ今でもまだディンルーを一撃で倒すことができるポケモンってほとんど存在しないと思うんですが、本当なのかどうか、その耐久の高さ本当なのかどうか、実戦で、検証していきたいと思います。対戦よろしくお願いします。コメント、ポケモンカードやることを忙しいって言える人生控えめに言ってとても羨ましい。いやそう、ゴールデンウィークねポケカで忙しいみたいな話を前回の動画でしたら、こういうコメントをいただきました。それはそう。てか相手ムーマージって、ムーマージ羽ばたく神の方が強いぞ。さすがに俺でも知ってるし、この動画、あやべ、この動画を見てるエアプロ皆さんですら知ってるって言おうかとしてけど、おいおい、これ悪タイプなんですけど、ディンルー。挑発とかよく打てたな。やばいし、ここ挑発打たれたせいで打てる朝から、やばすぎ。いや、これね、羽ばたく神だったら、地震通るんで、地面技打てるんだけど、まあ、ムーマージはね、特性が浮遊だから、地面技効かないんですよ。ちょっとやることが、お、やばい。カタストロフィーしかやることがない。これステルスロックと吹き飛ばして挑発でロックされてるし、地震はムーマージに当たらないし、かといってカタストロフィーアクアザなんだけど、アクアザだけど相手の HP を半分にする技だから、もう意味があれパワージェムなんだこれ。でも相手挑発をディン、カタ、相手、いやそれ聞いてないが、聞いてないが、相手挑発をディンルーに打ってくるところまでは良かったけど、別にムーマージもディンルーに対した打点があるわけではないみたいですね。エナジーボールとか草結び確か覚えるんだけど、採用してないのかな、凍える風とかね。まあディンルーで突っ張ってもどうせ倒せないから、イーユイに下げたいんだが、パワージェム、パワージェムぐらいだったら、まあイーユイの特殊耐久を持ってすればね、耐えてくれると思うんで無理やり投げて、こいつこだわりスカーフ持ってるんで、相手のムーマージよりね、早いんで、まあ沈む、道連れ。あ、道連れやばい。やば。あ、道連れ。いや、相手のムーマージにむちゃくちゃ引っかき回されてんだけど。これ、イーユイのが早いんだけど、上から殴って相手のムーマージ倒したら、道連れでこの金魚もあの世に持ってかれるんで、まあ、かといってなんかここでイーユイ、こだわりスカーフを持ったイーユイを雑に切りたくもないので、もう一回ディンドゥに下げますが、まあ、ディンドゥに下げたところで挑発を打たれるだけなんで、どうやって対応していこうかなといったところ。まあ、僕はね、寝てる日以外は全部忙しいっすからね。はい。寝てる日だけだよ、暇な日。それ以外は遊びの予定とか入ってたらもう忙しい。いや、挑発。挑発？あ、挑発でいいのか。まあ、道連れ打ってたから。いや、まあ、これもう一回 EU に下げるか。こわ、パワージェムのタイミングで EU に合わせて上からアクハで相手のムーマージーを倒してテンポ取っていきたいわけよ。いや、ここまた道連れだったらちょっとめんどくさい。いや、めんどくさいってか、めんどくさいだけで、別にこっちが不利とかは思ってないんだけど。いや、パワージェム。いや、さすがに、ガニサスタイル。あ、余裕。まあ、岩テラスとかだったとしても、まあ、耐えてた。出し方的にスカーフバレてそうだけど、まあ、スカーフじゃない EU 前提で動いてくるんだったら、本来だったらやっぱムーマージの方が早いんで、甘えてパワージェムとかを選択してきてくれるかもやしれぬ。ですが、あ、通った火炎放射。ま、さすがにこれ落ちるやろ。いや、まあ、ムーマージも特防高いけど、ね。イーユイの特性で下がってますから、特防。海竜出てくる。まあ、こだわりスカーフバレたんで、ドラゴンタイプの海竜投げて、無限竜前編突入とかかな。まあ、これ、リンリュー投げていいか。まあ、ねえ。遊びで忙しいっていう人生、羨ましいとか。まあ、ずれた感覚の矯正を、自分の一般人とのずれた感覚の矯正を行ってくれる YouTube のコメント欄。イズゴット。リュウマイ。だから吹き飛ばしあるんでね。さすがに吹き飛ばしだよな。カタストロフィーとかで丸すき潰すかどうか迷ったけど。
海竜の持ち物とか、まあ、テラスタイプとか技構成次第ではディンドゥがここから相手のデューマイ海竜の攻撃を2発耐えれずにそのまま持ってかれる可能性もあるし、まあ、だとしたら、1回流しておきたい。デューマイで上がった相手の海竜の能力をリセットしておきたいと。これどんくらい入る？まあ、さすがに半分は入ると思うんだよな。 HP 特化防御特化のディンドゥとかだったら、あ、飛行テラスか、防御特化のディンドゥとかだったらワンチャン、こっから飛行テラバーストとかも2発耐えた可能性があるけど、まあ、別に HP ぶっぱってわけでもないんで、テラバースト、これ半分以下だったらさすがにこいつイカれてるわ、耐久。あれでもなんか食べ残し込めて、2発耐えそうな、イカれてんだろ、このポケモンの耐久。誰だよ。考えたやつ。適当に、適当に作んな、種族詞。で、サーフ5出てくる。ちょ、一回コーヒー飲みますか。2日前、3日前かな、この動画が上がってる、まあ、3日前からわかんないですけど、とりあえず撮影は、まあ、2日前に行ったポケモン対戦動画、ルカリオが、サムネの動画の時に飲んでたコーヒーを、この動画でも、2日おきにね、2日おきに、そう、おきっぱにしてたやつを飲ませていただきますが、まあ、多分大丈夫っしょ。はい、トリック、吹き飛ばしとか連打されるのを嫌って。ってかまあこれトリックが通ればもう一回怪獣出してね、デューマイとかにつなげれるみたいなムーブから、いやーこれ交代したいんだけどさ、いやさすがに下げるか、ゴールドラッシュとか打たれてもあんだけ HP あればいい耐えそうだしね。あ、引っ込めてくる。これはステロでこだわりロックしたんで、その隙にデューマイ怪獣で、うおー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 、ステルスロックのダメージ入ってない。厚底ブーツおしゃれだね。君の怪獣。そのブーツ。イーユイ投げて、まあ、この HP のイーユイ、神速で取られる可能性が、まあ、あるが、神速読みだったら、電流下げとかでもいいか。いやいや、チンパンアクアでいいや。もう考えるのめんどくさいんで。相手の怪獣の丸助潰すプラス、アクアでひるんだら爆アドなんで、おい、ひるひるるる、ひるめ、ひるめ、ひるめ、まあ、ひるまなかった。いや、まあまあ、ひるまなかったとしても、まあ、ひるまなかったとしてもね、丸助潰すことにね、意味があったみたいな。あー、デューマイしてくる。ってことは、デューマイ神速でイーユイ取りつつ、飛行テラバーストでディンドゥもぶち抜いて、こっちのラス1がデューマイ怪獣で止めれないポケモンだったら、そのまま押し切れるみたいな。アクアジェット。アクアジェット怪獣最近流行ってるらしいっすね。流行ってるかどうか知んないけど。先月のランクマの上の方で使ってた人が多いとか、なんとか。あ、多分神速と違ってゴーストタイプに当たるってのがいいんでしょうけど。まあ、アクアジェットの優先度はプラス2でね。まあ、神速の優先度プラス、あれ？あ、ちょっと大事なところで間違えたな。アクアジェットの優先度はプラス1で、新速の優先度はプラス2なんで。届きませーん。アクアジェットじゃ、追いつけない。サーフ号も、自信自信で死んでく。と思う。トリックだったんでね、メガネ型だったから、まあ、自己再生とかもないと思うんで、まあ、サーフ後の耐久だったら、抜群だとしてもタイプフィッチの、いや、急所。まあ、あんま関係ないか。タイプフィッチの地震だったらこれぐらいの、これ残飯込みでもしかして次の地震耐えられて特防下がったせいで怪獣死んでラス1ディング落ちるみたいな。いや、大丈夫だよな。危ねえ。対戦ありがとうございました。いや、相手のトレーナーカード怖っ。相手のトレーナーネームなんだこれ。ショウチーさん、対戦よろしくお願いします。この夜猿が石巻いて、アタッカーで殲滅してくるみたいなパーティーだと思われるので、初手この夜猿に弱くなさそうなポケモンから投げたいけど、対面でこの夜猿を一撃で倒せるポケモンがいないんで、ロトムのボルチェンからコダリスカーフイーユイに繋いで上から叩き潰すっていう。ムーブを取れるようにロトムイーユイで、あとは適当に投げてね、相手の攻撃何でも耐えてくれそうなディンドゥでね、行かせていただきます。よし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 。コメント、ゴールデンウィーク中に上げる動画が合計2本のつもりって少なすぎないか。比較的に他の人が時間ある期間はバロリーちゃんが頑張らないと。いや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 、おかしくないっすか。みんながね、頑張ってない時は僕も頑張りたくないですよ。で、みんなが頑張ってる時こそまた自分もね、優越感に浸りたいがために頑張りたくないっていう。だからゴールデンウィークは残念ですが、ちょっと動画2本しか上げれない可能性がね、高いっていう言い訳をさせていただきます。で、これはロトム VS サーフ号はロトムがね、アタッカー型じゃないんで、
まあ、タイマン打ち負けると思うんで、まあ、シャドーボーは OK。 これ悪だけ見てから入られてたら結構きっと硬っ、いかれなんかしたか、いかれすぎだろ。サーフ号のシャドーボール、残飯では追いついてね、残飯で追いついてないが、まあこれステロでいいか。悪だくみされたらされたでされてから考える。ディンルーの自信プラスイーユイのスカーフ技とかでサーフ号がテラスタルでタイプ変更してきたとしても押し切れると思うんで、ステルスロック前行っておきますか。でも言い訳って最高ですよね。言い訳するやつはゴミだみたいな言う人いますけど、言い訳をすることで自分自身をまあ、許した気になれるというかね、そういうちょっとだけ救われた気持ちになれるんで、言い訳ってやっぱいいっすよねっていう言い訳に対する言い訳をさせていただきます。ステルスロック巻いたが、これステルスロック巻く前に、気合のたすき持ったパオジャンとか投げられた説ある。ただディンリュー耐久やっぱいかれてるんで、ハチマキツララ落としとかで死ぬんかな。いや絶対レードやめてください。絶対どうせ氷技で落とせねえからって絶対レード打ってくるのだけはやめてください。でこれ吹き飛ばしっときたいな。気合のたすきの可能性、あツララ落としか。ハチマキでも耐えそうだけどね。おお、まおいおい、それやるなら絶対レードでええやん。やりすぎ、ちょかわせかわせ、いやこれ引くか。ロトムにロトムに引いて、まあ、パワー的にハチマキとかではないし、命の玉とか持ってたわけでもないから、まあ多分気合のとは好きなんだけど、つらら落とし読みでロトムに引いて、はい、連打してくる。悪技あるかな、不意打ちとか、まあ、神砕く採用してたら神砕くありそうだけど、神砕く採用してなかった場合、ロトムに対して打ちやすい。あるまああるけど、HB ロトムだから、まあ、災いの剣込みで防御力が下がってたとしても、いい感じに耐えてくれて。てか大丈夫か、言い訳の話とかしてて。ゴールデンウィークがもう終わろうとしてるこの時期にこんな動画上げたらね、明日から頑張ろうと思ってた人たちの心を折ってしまうことになるのではないか。で、相手のパオジャンが技を打ち替えてきてたんで、こだわりスカーフイユイでパオジャンの上取れるから、まあ、ここはイユイ投げて火炎放射で、これ、さすがにスカーフ読みされそうだから、まあ、不意打ちとか打って雑に切られたりするんかな。あ、オッケー、まあ、スカーフじゃなかった時、聖なる剣とか当てれたらでかいからね。で、相手のパオジャン倒す。で、スカーフはバレたが、なんだこれ、鉄砲。あ、鉄の包みか。鉄包み、鉄、なんだこれ感じ。てかこっち、やべえ、ブーストエナジー、多分素早さ上がるけど、これでこだわりスカーフ EU 射抜かれた。鉄包み状態は上からハイドロポンプで知るんで、これさすがに氷技フリーズドライとかじゃなくて炎タイプのイユイに対しては水技のハイドロポンプを打たざるを得ないと思うんだよな。相手てかツラ落としの 30% だろ、ハイドロポンプのメイチ 80% など、ウンゲのゴンゲじゃん。これロトム投げる、まあ、ドロポンプで、ロトムに対してはフリーズドライがあれば、フリーズドライはね、水タイプのポケモンに対してもね、弱点をつける氷技なんだけど、これロトム鋼テラスタルで使ってるんで、やめてこれ、ハイドロポンプ連打だけはやめてください。これフリーズドライだったら、え、コールだよ、あと。フリーズドライだったら、鋼テラスタルロトムで耐えるプラス、まあ、鉄の包みやね、防御種族値は結構高いけど、特防種族値はそんなないんで、耐久型ロトム、えいえ、しゃい、身代わりとかで様子見されてたら終わってたか。終わってたな。身代わりされてたらこれハイドロポンプ、ディンルーか、イーユーがかわすお祈りするしかなかったもんね。で、ボルチェン打って、ロトム戻る。まあ、イーユーから投げときますか。相手テラスタル使ってないから、サーフ号のテラスタイプ次第ではイーユー押し切られる可能性あるけど、押し切られる可能性あるけど、いや、一応テラスタイプ見た方がいいか。だから、負けんのかな、これ。水テラスサーフ号とかだと、水テラスサーフ号テラバースト持ちとか、だってやばいのかな。一回ディンルーに下げて様子見せるか。いや、さすがに悪巧みできない。いや、ロトムでいっか。いや、ロトムだとでも悪巧み。おいしょいー、さすがに、高参加、対戦ありがとうございました。この動画がゴールデンウィーク期間中のいつ上がってるかわかりませんが、泣いたっていいんだ。乗り越えろ。